こんにちは。今回は光を追うについて解説していきます。この内容を理解、実践できるようになると、あなたの表現の幅が現状の2倍に広がり、より豊かなデッサンを描くことができるようになります。新たな自分の可能性や表現も引き出せるような内容になっていますので、まずは理解し、そして実践して、あなたのスキルにし、表現へと育てていってください。それではよろしくお願いします。最初に光を追うということは、光を描くことです。通常は白い紙に鉛筆の黒で影を追って描いていきますが、今回は光を描いていきます。ここで私が予備校時代に描いた石膏デッサンを紹介します。このデッサンは黒い紙に白のコンテで描きました。当たり前なのですが、白で描くので描けば描くほど明るくなっていきます。理屈では分かっているのですが、実際に描いてみると通常のデッサンとは全く逆の感覚です。モチーフの中で一番明るいところはどこなのか、コントラストが激しいところはどこなのか、その感覚に最初は戸惑うかもしれませんが、慣れてくると光の流れみたいなものを感じることができるようになります。どの角度から光が差し込み、どこを通っていくのか、どう反射しているのかがつかめてくるようになります。形を取るのも大事なのですが、このデッサンの最大の目標は光を追って流れを感じることです。人によって感じ方が異なると思いますが、私はモチーフの存在感より光の存在感を強く感じることができました。空気の形とも言い換えることができます。すなわち空間です。モチーフを取り巻く空気の形です。ぜひあなたにも私と同じ感覚でなくて構わないので、実践していただき何かを感じ取っていただきたいです。その見方を通常のデッサンに取り入れてください。必ず見慣れているモチーフであっても何か感じ方が違ってくるはずです。ぜひ黒の紙を買ってきて白で描いてみてください。白いモチーフが描きやすいです。豆腐でも構いません。最後にデッサンを描くとき必ず光が必要です。光がないとデッサンを描くことはできません。光が存在することは一緒に影も存在することになります。切っても切れない関係が光と影にはあります。まさに表裏一体です。光を追うフィルターと影を追うフィルターをバランスよくデッサンの中に切り替え、表現の幅を広げていってください。光の世界と影の世界を手中に収めてください。今回は以上になります。チャンネル登録していただけると嬉しいです。また質問がありましたらお気軽にコメント、メッセージください。最後までありがとうございました。